最高の竹明かり灯していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹明かりの活動にあたるのは、米沢市内の学生や社会人などが参加している夢プロジェクトです。熊本地震や東日本大震災からの復興の願いを込めて2016年から始まったこの活動。竹明かりを作るワークショップの開催や上杉雪灯籠祭りをはじめとする県内外のイベントで明かりを灯してきました。今回実行委員長を務めるのは高畠町出身で山形大学1年生の大竹のぞみさんです。1年生の時は自分でイベントを企画して人を集める対面型のイベントをやってたんですけど、2年生になってからはそれができなくなって、コロナで制限されていた私にとってはイレギュラーなことなので、存分に楽しんでいきたいと思います。実に3年ぶりとなった上杉雪灯籠祭りの開催は夢プロジェクトのメンバーにとっても特別です。準備万端まで行って、でそのあと一歩で開催中止にの初の判断となりましたみたいな感じになってしまって、せっかく準備したのにっていうのはもうこの2年間あったので、逆に今年できてよかったなっていう感じですね。ここに待って、ここにこのここが浮いてるからちょっとまず雪を入れて、はい、はい、活動のテーマは地域を照らす、地域をつなぐ。この竹明かりを通して楽しいことがどんどんこう増えてきて、みんながこう照らされるような、そんなイベントにしたいというのと、人と人をこの竹明かりでつないでいきたいななんていうような思いがあったので、祭りのために竹明かりの制作や演出を手掛ける西路健司さんも熊本からやってきました。じゃあまっすぐ係でまっすぐ立ってるかを指示してあげて、じゃあ一番向こうから行く。一人一人柄が違うので、もうなんて言うんでしょう、個性をこう、あ、この人こういうの好きなんだな、あ、この人素敵だなって思いながら、いろんな思いを馳せてみることができるので。朝から続いた作業も順調に進み、いよいよ大詰めを迎えます。市民が手作りした竹や高さ2メートルを超えるオブジェなど、一つ一つに丁寧に明かりを入れていきます。そしてとてもなんか幻想的で綺麗だなと思いました。思わず自撮りもしました。あとこう組み込んだりしてああって形作れるっていうのはやっぱり雪道路にない形作りで、すごく素敵だなと思います。3年ぶりとなる優しい明かりに夢プロジェクトのメンバーたち感慨もひとしおです。いやー、感動だね。感動ですよ。やっぱりこう続けていきたいなっていうのを毎回思うのが、やっぱりこうみんなで楽しみながら作った竹明かり、思いのこもった竹明かりが一つ一つこう綺麗に灯して、そしてみんなで感動を分かち合えるっていうのはすごく嬉しいので、こういった機会をもっと増やしていきながら、こう代々
今回も高校生とか大学生が頑張ってきてくれたわけなんだけど、また下の子供の世代にもつないでいけたらいいななんていうふうに思ってます。スケールが大きくなって、まあ、僕自身も今までに見たことないような、まあ、感動な、コロナ禍っていうのも経てやっぱりこう世代間のつながりみたいなのがちょっと少なくなってきたので、やっぱりこれからまた紡いでいけるように、やっぱり後輩たちがどん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 何十年もやっぱりこうつながっていって気づいていってくれるような関係づくりっていうのを目指したいかなと思います。今まで見た中で一番綺麗かもしれないです今後の人生わからないことが多いけれど、竹あかりが未来を照らしてくれてるので、きっと明るくなるだろうって思います。